皆さんこんにちは。朝日大学経営学部英語教育センターの亀貝美雪と申します。本日の対談のお相手はこの方です。こんにちは、直山優子と申します。文部科学省初等中等教育局で史学館をしております。今日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。本日のテーマは今後を見据えた英語教育や国際理解教育の重要性についてということで、直山先生にお話を伺っていきたいというふうに思っております。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それでは、一昨年2020年度より小学校、昨年度中学校、そして今年度、いよいよ高等学校でも年次試行で新しい学習指導要領が施行されておりますけれども、今回の改訂のポイントを教えていただけますか。はい、まあ、4つ考えられると思っています。まず1つ目は、小学校に高学年教科、中学年に外国語活動が導入されたこと。2つ目は、小学校の外国語教育が前の学習指導要領に比べて充実したことから、当然中学校と高等学校の目標と学習内容が高度化されるということ。3つ目は、前の学習指導要領から中学校では中1も中2も中3も1コマずつ増えて、3年間で一番授業時数が多いのが英語となった。で、今回の学習指導要領では、まさにそこの充実期。だから中学校英語がまさに日本の英語教育の要としての力を発揮できる時だと思ってます。で、最後4つ目は、高等学校は小中とこう来て、中学校が目標と学習内容が上がると当然高等学校も上がりますので、その力の中でも発信力、この世界に打って出る、こう伝える力をもっと強化していくっていうのが、今度のこの学習指導要領の大きな4つのポイントだと考えてます。はい、まさに昔はこう学んでから使うという、そういう形ですが、こう使いながら学んでいくっていうことが大変こう今の高等学校の発信力の強化でも感じるところでございますが、私はもう一つ非常に印象的に、ああ素晴らしいと思ったのが、今先生がお話しくださった小学校の外国語活動から高等学校の外国語のこの目標が非常に段階別に、こういわゆる連携が取られていることなんですけれども、あれはやはりそのセフアールなんかを参考にして目標の設定をされているんでしょうか。そうですね、昔からもそういう具合に中学高校っていう具合に揃えてはいたんですけれども、この度は小学校に教科が入ったということで、小学校の外国語科、そして中学校高等学校とみんなこの外国語科が揃ったので、目標の一貫性を非常に大切にした指導要領にしてます。で、その目標の中でも今先生が言うてくれはった、こういろいろ言葉を学んでからほな使いましょうと違うて、使いながら学んでいくって今おっしゃってくださったことが、学習指導要領のその目標の中には、言語活動を通してっていう言葉で記されているところです。それは小学校の中学年の外国活動も、高学年の外国語科も、中学校高等学校の外国語科にも全部入ってる。そこが共通点、はい、なだらかにこう上がっていく部分を十分に表していると思います。本当でございます。いわゆるその学び方といいますか、これこの目標を達成するためには学び方が、しかもこれは、どの講師においても言語活動を通して、先生方育ててくださいねというメッセージが非常に表れていて、はい、とても好きです。
しかもあれですよね、その言語活動は今のその、まあ一昔前いわゆるその、ナンシーでもないんですけど I'm Nancy ってずっとノートに1ページ書き続けるとか、分かっているものを What's this? It's a melon っていうような、そういったいわゆるパターンプラクティスのようなものではなくて、こう自分の気持ちや考えを伝え合うというのがまた非常に素敵だなと思ってるんですが、ワンウェイではなくて必ず相手がいるというところですね。そうですね。まあ学習指導要領自体には言語活動の定義は記されてないんですけれども、まあ、学習指導要領を読み解いていくと、言語活動にはコミュニケーションを行う目的や場面、状況の設定が大事やよっていうことが記されてる。コミュニケーションを行う目的や場面、状況って何って言ったら、今先生が言ってくれはったように、相手にっておっしゃった、つまり相手意識、目的意識が明確になってないと、このお話は誰に向かって伝えんの？誰に向かってこれを書いてんの？って、それなしで内容だけ考えてても伝わらへん。ですよね、はい、なので、まあ、日本というこの国だけではなくて、もう世界のいろいろな人たちとこれからどんどんもっとやり取りをしていくときには、この相手をとても意識して発信していくっていうことはとても大切なことだと思ってます。そう思います。考えてみればコミュニケーションって必ず目的がございますよね。例えばその自分の意見を伝えるとか、謝るとか、感謝するとかっていった、その場合には必ず相手がいることですから、非常にそれがこう授業で何をしたらいいのかっていうところが、あの先生方に伝わりやすいし、それに基づいてそのあの児童生徒の皆さんも学ぶことができるというのは非常にこう大きな一歩だなというふうに思っております、はい、あのまあ、小学校は中高に比べて早くに指導、はい、今の指導要領全面実施になりました、はい、まあ、今年度3年目になるわけですが、まあ、小学校の先生って国語も算数も教えておいで、まあ、教えておいでの経験があることからなのか、はい、私はまあ、小学校、中学校、高等学校の授業を拝見させてもらおうてて、この言語活動を設定しや反応がものすごいうまい。あ、豊か。もう子供が、はい、うん、はい、やってみたいなって、ね、はいはい、思うような言語活動を上手に設定しや反応と、はい、それがまさに本間もん、うん、そうなんです。そこに子供がキュッとついてくるっていうのをとてもこの3年間で感じていて、それはやはり前の指導要領の5、6年生で外交活動をやりました。あそこでは活動やので、まあなんか解説したりっていうようなことはやってません。ただただ子どもが英語で自分の好きなもん、そのほんまあの身の回りの限られたことですけど、自分の好きなもんとか欲しいもんとか、そんな題材で自分の気持ちや考えをもうとにかく言うことを繰り返してきた。でその経験が今この小学校の高学年の外国科の指導によう生きてるなって、はいはいはい、そう思います。やはりその23年改定で非常に現場で頑張られたのは、うん、やはり小学校の、しかもあの時にはあの専科の免許を、ね、持っていらっしゃらない先生方が、うん、本当にこう文字の指導がないところで場面から入っていかれるっていうのは、やはりあのそれから行く、まあ、中高の先生方も学ばれることが多いんではないかなというふうにして、私も授業を見させていただいております、はい、で中学校も随分変わりましたよね。変わりました、はい、多分先生、亀貝先生とか私が中学校で受けてきた授業が随分変わってきたように
思っています。ただまだまだそれが点の部分が多いの で、ね、これが線になって面になっていくのがこの度のまさに学習指導要領で週4コマ、はい、学年全学年やってるこの充実期だと思ってます、はい、そうですね、うん、そしていよいよ高等学校 で、 そうです、高校1年生からですけれども、はい、科目もすべて変わりまして、ね、論理表現というまさに先生が今おっしゃられました、うん、発信力をこう育成していくような科目も設定されていますが、先生高等学校にはどのようなことを期待されていらっしゃいますか？そうですね、文法事項っていうのは中学校から学び始めるわけです。小学校では学習内容に入ってない、はい、ただこの文法事項っていうのは、まあ、ほぼほぼメインの文法事項って中学校で学ぶんですよね。で高等学校っていうのは、まあ、ちょっと難解な文法事項を、まあ、扱うぐらいで、その難解な文法事項ってそう頻繁に出てくるものではないんですよね。だから高等学校で何やってほしいかっていうと、中学校では、まあ、まだやっぱり中学3年生といえども、そないに社会的な、はい、こう難しいことがあんまり日本語でもそうやってない部分は英語でも難しいので、はい、それでも、まあ、ちょっとやってますけど、環境とか人権とか世界平和とか、はい、高校行ったら高校生、もう認知力も発達してる、ね、抽象思考なんかもっと発達してる。だからあの人たちの時にはもっとこの豊かな題材、はい、こう社会的ないろいろな問題、それこそ新聞に上がっているようなことを題材にして、そんなに文法事故はもう新しいことはないので、はい、語彙を増やしてやるということで、なんかこう授業を組んでほしいなっていう感じ。そうですね。よりその発達段階に応じた思考力の育成、そうですね、いや考えたことをいかにこう論理性に気をつけながら相手に伝わる、まあ、これもやはり相手がいて初めてですので、どんな場面で誰に向かってそれを伝えていくのかっていう、そういった授業になっていくといいですね。こう いっぱい心が動くような発問で、行ってみてできなかった、じゃあどんな語彙が必要かとか、どんな順番で行ったらより伝わりやすいかとか、うん、そういった形ですかね。そうですね。それを私たち教師って、これは小でも中でも高でもやと思うんですけど、子供に失敗させたないっていうのが教師ですよね。せやし、初めからも丁寧に丁寧に丁寧に、こうやで、こうすんねんで、ここはこうやろって、もう教えて教えて教えて、ほなやってごらんっていう、はい、で子供がそこでできひんかと、なんでやの、教えたやろとか言うたでしょってなっちゃうよね、はい、でも言葉ってそんなにすぐに身につかないし、ほんまもんのことを言う中で気持ちや感情が乗って初めて言葉って、はいはい、自分のものになっていくわけじゃない、はい、そう思うと、まず言語活動、自分の考えや気持ちを言わせる、そしたら間違いもいっぱいある、言われへんこともいっぱいある、そしたらそこで一旦止めて、先生が指導しはったり子たちに分からへん言語材料練習させたらいいんですよ。で、その指導されたこと、練習したことをもとに、はい、もっぺん次やってみましょう、はいはい、ね、トライアンドエラー、エラーアンドトライでやっていかないと、そこをこの度の指導要領では言語活動を通してって言ってるし、まさに先生が使いながら言葉って学ぶよねって言わはった、そのまさに言葉の学習になっていると私は思います。そう、私もそう思います。よかったです。しかもね、その先生おっしゃられた相手の意識は、うん、相手への配慮ということも書いてありますし、そしてそのまたなんていうんですかね、学びに向かう力というところでいきますと、いわゆる主体的に学習に取り組む態度っていうのは、うん、
今自分にできていることは何で、うん、できていないことは何で、うん、できていないことをできるようにするにはどうしたらいいかっていうようなところを先生方が支援されると、いわゆるこう、まあ、生涯にわたって学び続けるようなそんなあのこう心というか態度も育っていくのではないかなと思って、大いに期待する学習指導要領に、はい、あの今おっしゃったこととっても大事なことで、あの学びに向かう力、人間性、まあ、子どもたちに身につけたい力をこの度の指導要領では3つの柱で整理していって、はい、まず知識及び機能、はい、思考力、判断力、表現力と学びに向かう力、人間性となんやけど、はい、この学びに向かう力、人間性とっていうのは今おっしゃった通り、学び方を学ぶ、はい、つまり学校教育が終わったら学ばないじゃもう困るわけで、はいはい、今の世の中ってもう日に日にいろんなことが変わっていくわけですよ、うん、ですね、学校教育でお勉強したことが子たちが社会に出た、ね、あの就労した時に即そのまま使えるような社会かというともう過ぎていってるわけですね。その時に子供が新しいことに出会った時に小中高で学んできた学び方をもとにもっぺん場面に応じて自分で学べる、はいはい、そういう力をつけたいというのが、まあ、この度の学習指導要領の、ね、まあ、ポイントでもありますね。それはもうしかも全教科にわたって全講師にわたってということでございますもんね、はいはい、そうしましたらそういった形で小学校の3年生から、うん、そして高等学校まで学んできた、うん、お子様を今度は大学の方が預かるわけですけれども、うん、はい、実は直山先生はあの本学の方にお越しいただいてご講演もいただいたりという、うん、形、あるいはこのようなあの対談の機会とかお話をさせていただくような機会を、はい、いただいているんですが、うん、あの本学が取り込んでおります、うん、英語教育、うん、あるいは国際理解教育、うん、あるいは高等学校からこう、うん、お預かりした、うん、学生さんを、うん、高等教育でどのような、うん、まあ、今度は英教育を、うん、こう提供することを目指していけばいいのかということについてもお伺いできますでしょうか、うん、はい、あのまあ朝日大学さんで英語教育、まあ、この度あの英語教育センターをね、あ、はい、あの設置されて、あの、まあ、こう地元、まあ、地域と連携して英語教育の充実にを図っていらっしゃるっていう具合にお聞きもしています、まあ、その中でいろいろな国の学生さんや、あるいは、うん、もうあの働いておいでの方と朝日大学の学生さんがこう交流、はい、オンラインだったりでも交流されたりから、いろいろな国から学生さんを留学生として受け止めてはるってこと、はいはい、朝日大学さん自体の中で学生さんが日本じゃないいろんな考え方、文化を持つ人と直接こう触れてはるっていうところがとっても大事やなっていう具合に思っています。それから昨年お世話になったの、はい、高校生の弁論大会で、はい、すごいね、たくさん の、 あの高校生が参加してはった、はい、ああいうことは別にその岐阜という地元だけじゃなくて日本全国の高校生が集わはんので、はい、あのまあ、この度はオンラインでしたけど、はい、オンライン上で彼らがこうネットワークね、いや北海道の人こんなんな、はい、沖縄の人すごいやんとかね、みんながこう集える場をこう提供してくださっていることもとても大きなことで、それが私は朝日大学の学生さんにもいい影響があるなという側には私も思っています。それと私あの、まあ、いろいろな自治体の指導主事さんに、はい、あのお伝えするのは、私たちはその教員養成、そして教員採用、
そして教員の研修、はい、3つがあるわけですが、この教員研修っていうのがなかなか時間もかかるし、はい、だけど先生たち忙しい境に備えにこう研修に引っ張り出されへん、はい、で指導主事さんもいろんなこと抱えてはるので、そやしその地元の大学とこう連携をしてお力を借りてね、地元の大学の有識者の方の力、専門性持ってはんやし、指導主事さんたちよりも抜群の専門性をね、持ってそう。You hope so. I think so. I think so. Okay. あの、お力を借りてね、こう連携して教員養成を、教員研修をしていくことが大事やなって思って、その点、朝日大学さん、そういうものをね、提供くださってるの。ありがたいです。ありがとうございます。本当にあのまさにあの大学があります水星さん、はい、そのお隣の年度からは北方町のこの学園構想、はい、あるいは、まあ、あの全国の、うん、教育委員会の方々から、まあ、あのお話をいただきまして、うん、本当に本当に魅力なんですけれども、あの私としましてもやはりこうなんていうんですか、あの小学校、中学校、高等学校で英語教育に携わっていらっしゃる方々と、まあ、あの研修というよりは学びを共にさせていただけるっていうのは、うん、あの一つのライフワークとしても大変ありがたいことだというふうに思っております。大事なことですよね。あの自分たちの住んでる、自分たちが通ってるあの学校のこの地域に頼れる専門家がいるっていうことは、先生方にとったらとても大きな支えになる。もちろんそれはあの教育委員会の主事さんもそうだけど、まあその行政の立場だけじゃなくて、まあその英語なら英語、数学教育、算数数学なら算数数学、図画工作芸術ならその専門性の高い方と触れるって私はすごい大事やと思うんですよね。指導主事さんも、まあ、あの市町の教育委員会になると英語のご担当されてる主事さんが必ずしも英語のご専門とは限らない場合もあるので、大いにその地元の大学の有識者の力を借りるっていうことはありだなって思いますね。先生そう言っていただけると、はい、前向きエネルギーをたくさんいただきます。経済的にもいいかなと思います。まだ今の遠くてもオンラインでこういった研修が、ね、はい、あのできるようになったというのは、いわゆるその、まあ、コロナのポジティブな面といいますか、うん、あの一瞬ですもんね。本当にこう、じゃあもう打ち合わせは、うん、今まではこうメールのやり取りか電話だったものが、うんうん、じゃあ明日オンラインでっていうような、うん、そんな形でも、うん、はい、させていただけることがありがたいなというふうに思っております。まあ北海道の方と沖縄の方と、はい、それで岐阜の方が一瞬にして集まれるからね。そうなんです、そうなんです。ですので本当にあのまだつい先日もある、中北海道の地域、うん、まあ、大津区局の中学校の先生方が、うん、はい、向こうは3は集まられて、はい、私は朝日大学で、はい、いわゆるそのキャンドゥの活用について、はい、研修を行わせていただきました、ね、ほんまやったら時間かかるとこやもんね。私ね、今そのオンラインの話をされたけれど、あの、ま、そういうオンライン、ま、いわゆる ICT を活用する力も、はいはいはい、とてもこれからは求められるわけです、はいはい。まあ、その大きく後押しをしたのがコロナ感染症であったんですが、はいはい、これをネガティブに取らないで、はいはい、もうやっぱりポジティブに受け取ると、はい、まあ、それで整備も一気にやっぱ進みました、はいはい、で先生たちもそれの力を ICT 活用の力をつけなあかんなっていう意識がぐっとやっぱり必要性があったから高まった、はいはい、でね、私もそうやってリモートで研修させてもらう機会が多いんやけど、はいはい、私自分でやってて思うことは、やっぱりリモートってね、
伝わりにくいの。そうです、よくわかります。熱がお互いの、うん、はい、うん、し普通にお話をしていたらやっぱりこう電波がうまくいかないこともあるし、はい、あの私はこの空間の中にいるんやけどオンラインに乗った途端にこれは平面になるわけです、はいはい、すると空間になったものが平面になると奥行きがなくなって伝わりにくくなる、うん、これも致し方ない、はい、でそれを自分が乗り越えるために今までだったら対面の時にはやっていなかったような伝え方を自身がやはり工夫するようになった、はいはいはい、これはね英語力とか国語力の根底にあるコミュニケーション力を私は鍛えることにつながってるな、はいはい、そういう機会にしないともったいないなって。いや、はいはい、いや本当にそうです、うん、あのリモートの授業もそうで、あそうなんです、この平面でしかもあのこちらからすると学習者が見えない状況で、いかにこの英語の言語活動中心の講義を組み立てるかっていうのは、うん、まさにあの24 hour open であの昨年度やらばそういう授業を大学でされて、はい、はいはいはい、そうでございます、はい、準備が大変でしょ。そうなんです、はい、対面の時より準備が大変、大変です、はい、あの自分で一回こう録画をしてみて見てみて、例えばあのベースからいくと話すスピードとか強調するその強調の度合いとか、うん、それからいかにこう画面の向こうの学生に英語を使ってもらうかっていうようなこととかも本当にいろいろ考えながら作りましたので、本当にまさに今先生おっしゃられたように今リモートの研修になってもそれは生きておりますし、まさに逆に言えばあの一時期もうこの感染の状況が広がると海外とのコミュニケーションがなくなってもう英語は必要ないんじゃないかっていう理論もありましたが、まさに逆でございましたね。もう一瞬にしてつながりますし、あの日本語でも難しいのにさらにそれを母語でない言葉でやり取りをしようと思った時にはやはりそこにも伝え方の工夫やその語彙選択の工夫などが本当に、はい、大事になりましたので、まさにこれからの方が、うん、あの外国語を使って、自分の国以外の方々と目的を持ってつながるってことが、うん、一瞬にしてこうできるからこそ増えてくるんではないかなというふうに、うん、はい、ね、思っております。まあ、環境がよりこの英語力を、ね、はい、求めるようになってますね。その一部の方が、まあ、AI がこうどんどん進展してきたら翻訳機ができるからもういらないやん、はい、公教育でわざわざ外国語教育に時間かけんでもええやんっておっしゃる方もいるわけです、はい、それってなんか一瞬ああそうよねって言いそうやけど、はいはい、いやいやちょっと待ってて、外国語教育って英語の技能をつけてるだけやないよ。そうなんです、はいはい、今先生がおっしゃったようにどうやったら伝わるやろう、はい、どの語彙を選択した方がいいやろうっていう、これ思考力を育ててるんですよね。それが理科や算数数学では違う思考の働かせ方です。ただ国語とかこの英語外国語は言語に関わっての思考力を育てているので、ますます私は外国語教育、言語教育としての外国語教育の必要性は高まっているというふうに思っています、はいはい、本当にまさに先ほど先生がおっしゃられた改訂の4つのポイントっていうのは、うん、我々大学側はしっかりとやはり受け取って、うん、あの大学において学びがこう遮断されることがないように、うん、いわゆる4技能で、うん、高等学校で発信力をこうつけてくるわけですから、うん、さらに高次の、うん、こうより適切な表現での、うん、あるいはもう少しこう
アカデミックな内容、うん、あるいはあの、うん、もっとも目的場面状況を意識したような、うん、いわゆるなんて使うことを意識した英語教育の充実というものをこれからも目指していきたいなというふうに思います。で、高校生ぐらいからまあそれぞれ得て不得てが出てきて、はい、芸術系に秀でた高校生もいやはったら、はい、機械に関することに秀でた方もいやはったりで、それぞれがあのその専門性をもっと身につけようと思って大学に行かはるので、はい、今度はその専門性に関わった英語の力をやっぱり大学でこうつけていっていただくためには、まあ、今朝日大学さんがされてるようないろいろなこの国のいろいろな分野の方と、まあ、こう実際に英語を使ってみる。で、あの例えばよその国の同年代の学生と朝日大学の学生さんがとある専門に関することでやり取りした時に、はい、あっちの方がすごいなとか、はい、いやこっちの方が勝ってるぞって、はい、まあ、学生さんがそう思わはってよりもっとこう学習していこう、はい、専門性も身につけよう、はい、英語の力ももっとつけていこうっていうことの動機づけに、ね、本当にそうでございます。なっていくなって。ちょうど私の今一つの授業が、はい、あの教室の中に4カ国の学生さんがいらっしゃるんです。はい、まあ本当に楽しいです。しかもあの英語を学ぶ科目ですので、皆さん英語が母語でない方々ですから、はい、まさに英語がツールとなって、英語でこう学んでいくような、はいはい、授業になっておりまして、へへ、はい、すごい驚きが、私自身もあなるほどって思うような発見があるので、うん、いわゆるその教室の中の英語が、うん、学生同士も学生と私の間も、うん、あの意味あるやり取りといいますか、うん、こう驚いたり、うん、寄り添ったり、うん、感心したり、ある時にはこう同意したり反対したりっていうようなそんなことが教室の中で起こっておりますので、はい、私自身も楽しいなと思って授業しております。まあ、まさに本間門の言語活動をやってはるということやね。ですので今後もあの高等教育でも言語活動を通してそうです、ね、はい、ユーザーを育てて、ね、はい、いける、そうですね、はい、そんな教育を、まあ、大学ではそこに題材に専門性がより高まっていくって、はいはい、それぞれの専門性の中で、うん、社会にで、ね、いわゆる今度はあの大社接続といいますか、社会との接続を考えた英語教育というのを目指していきたいというふうに思っております。まあ、このような形で小学校から大学にという英語教育での接続、また社会に出てからということもございますけれども、先生ご自身がこうお考えになっていらっしゃるこれからのこう、まあ、児童生徒学生にとってはどのようなこう方向を目指して、あるいはその特にまあ英語教育に特化して考えますと、英語教育に携わるものとして、まあ、どのようなこうことに留意しながらというか大切にしながら子どもたちを育てていけばいいっていうふうに考えていらっしゃいますか。指導者の側、指導者の側としてですね、うんうん、あの私はもともと中学校の英語の教師なんですね、はいはい、素敵なお授業ですで、まあ、その後京都市教育委員会に寄してもろって、そこで小学校の外国語教育に携わらせてもらって、はいはい、まあ、今文部科学省の方に寄してもらってるという経緯なんですけど、私はね、あのどうして外国語教育を勉強するのかっていうと、まあ小学校でもあの指導し、中学校でも指導してきて思ったことは、母語の力が弱い子がいるなって感じてきています、
うまく自分の気持ちや考えを母語でね表すことができずに、まあ、言葉じゃない方法で自分の気持ちを、まあ、晴らしてしまうことからトラブルが起きたりすることもやっぱあったわけです。子どもたちに母語の力をきちんとつける必要がある。なぜなら言語は思考を盛る器、言語は思考を盛る器と言いますから、思考力が高まるためには当然言語が必要なわけです。なぜ思考力が必要かというと、繰り返しになりますが、もうこれだけ社会が変化していった時に、予想もつかないような変化の時に、持ってる知識や技能をどう使ったらいいのかっていうの時にはまさに思考力が必要ですから、ますますその豊かな思考力が求められると思うわけです。で、そのためには母語の力が必要。ただ、母語の力だからといって国語教育の充実はもちろん必要ですが、私はそこに外国語の力を借りるってありだなって思うわけ、はいはい、例えばね先生、ここに一本のペンがあります、はい、これは長いでしょうか短いでしょうか、はい、短いです。どうして？今私は先生の肩幅と比べました。肩幅より長いペンってまあないわ。はい、ごめんなさい。いいんですか。ね、はい、今先生は、まあ私の肩幅と比べはったけど、はい、あるものがどんなものなのかというこの性質、はい、このことが分かるためには、別のものと比べるというのは有効な手段なわけです。はい、まあできたら、同じカテゴリーのものと比べてみると、はいはい、これの性質がよくわかるわけですね。はいはい、あ、書きやすいとかね、はいはい、握りやすいとかね。ということは、母語の力をつけるためには、同じカテゴリーの母語ではない外国語の力を借りることで、はい、ああ、母語ってこんな風に構成されてんねや。っていうことが外国語と比較してより見えてくると思うの、はいはい、それが母語の中だけだとやばい、分かりづらい、はいはい、私自身の経験ですが、中学校入った時に国文法で勉強があったんやけど、分からへんからなんです。何言ってんの、なんかさ、なんたら変化、はい、ところが私英文法を学んで、それと比較してみて、ああって腑に落ちたわけです。だから、比べるっていうのは有効な手段で、母語の力をつけるために外国語の力を借りる。そうやって母語の力もつける、外国語の力もつけていく。って考えたらね、私はこれからの外国語教育、英語教育に携わられる方は、英語教育って見なさないで、言語教育と見なしていく必要がある。その視点を持って指導していく。言葉を大切にすると同時に、言葉の怖さ、はい、あ、そうですね、ね、も先生自身が、指導者自身が十分に留意しながら指導していく必要があるんじゃないかと私は思っています。本当に心から本当にそのように思います。うん、しかもちょうど先生がそのように児童、それから中学校 の教育に携わられたように、私は実は高校と大学という形で、はい、こう携わせていただいていると、うん、やはり学齢が低ければ低いほど、うん、その自分が生まれ落ちた環境の影響、うん、特に母語の、まあ、発達とかいろいろなことがあると思うんですが、
学齢がこう上がってきますと、そこを自分で思うようにこう枠組みを変えていくこともできるときに、母語以外にもう一つ自分の気持ちや考えを表現できる言語を持っていると、その母語環境の影響を受けてきた母語では言えないことが違うもう一つの言語では言える。なのでその、Another language っていう考え方ですね、それをこう習得していく、こう生涯をかけて学んでいくということは、生き方にも関わってくるんじゃないかなというふうに思いまして、例えば大学生でもう一度外国語を学んでみようっていうのは、人によって遅いんじゃないかって言われる方もいらっしゃいますが、学生の学びの姿を見ていると本当に一生懸命 Another language、 つまりそのもう一つの言語を獲得しようというふうに学んでいる姿は、非常にこう見ていて好感が持てますし、応援したいなっていう気持ちになります。まさにさっき申し上げた AI の進展で翻訳機が出てきたら、素晴らしい、もう瞬時に翻訳してくれるものがあれば、公教育で外国教育はいらないっていうことにね、今ちょうど対応するようなお話やなと思って今伺ってました。はい、ですね、本当にそこなので、今度の学習指導要領は相手意識とか相手への配慮とか思いやりとか、そういったことがその異文化理解にこうさらに豊かな形でこう明文化されているっていうのが非常に素敵だなというふうに思って、おりますし、本当に魅力ですが、教員研修やあるいは音楽での英語教育にまた生かしていきたいなというふうに、思っております。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、本日は文部科学省初等中等教育局から直山志学館をお迎えしまして、今後の英語教育や国際理解教育の重要性についてお話をお伺いしました。先生、私の方が大変学びの多い貴重な機会となりました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。